それは世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指せ。よっしゃスカッとやってやる。弾くぜ俺とこいつのガッツ革命だ。キャップじゃんキャップじゃん。 あいつおもしれえ。すげえ威力だぞコーラ丸。気に入ったぜ。よっしゃシュワシュワいくぜ。キャップもまともに飛ばせないとはな。少しは期待した僕が愚かだったか。必殺技を使うまでもない。まだまだ数打ち当たる。もう減った。わあ、夏か。誰だって最初はあんなもんだって。そんなんじゃ負け確実だし。ほらほら、ボトルが打ち込まれてる。おお、やば。よく狙って弾けろ。おっとっと、ボトルめっちゃ回ってっし。パワーありすぎて受けんだけど。なんで戻ってくんだよ。ちょっぱや三連射。三連射、ロングマガジン搭載で可能となる三連射。スピードタイプだからこその連射技です。コーラ丸なら発射は一発。僕のアクアスポーツは三連射が可能。くそー、まずではあっちが優勢か。そうか、左右からより強い力を加えれば。ああ、もうもう全然シュワッときた。ガーン。よんちょ締め打ちです。コーラ丸の両翼を締め付けることでギャップに勢いがつくのです。見たか、俺とコーラ丸の力。ラウンド2はバトルスナイプ。え、まだやるのか。勝負はワンゲーム3種目よ。もちろん2勝した人の勝ち。バトルスナイプは3回交互に打って自分の的を多く倒した方の勝ちです。レディーキャッツ、ボトルバトル、ゴー！この試合もシュワシュワ行くぜ！そうはさせるか！あれ？瞬殺！さっきの試合はまぐれか？お、面白い！やるじゃねえか、ホカリリョウ！けどな、俺とコーラ丸のキャッツ革命は、これからだ！ファイナルラウンドで決めてやるぜ！